半水4日目。昨日はああ書いたものの、やはりなるべく嘘はつかないようにしなくてはならないと思う。例えば今こうして書いているのは夕方の5時過ぎで、買い物のために電車に乗って街中に出たが、あまりの人混みにへきへきして逃げるように帰ってきたところだ。これは嘘ではない。仕事柄、曜日の感覚が希薄になりがちで、ついうっかりして失敗した。今日は家から一歩も出るべきではなかったのだ。そんなわけで、いつもよりも早めにこれを書き出したのだが、確かにかなり調子が出てきたものの、これから少々難しいところに向かわねばならない。なんといっても、嘘を書くよりも、本当を書くことの方が、はるかにずっと難しい。それに嘘ではなくても本当かどうかわからないことだってある。何しろ今書いていることのほとんどは相当に昔のことなのであって、それを私はほぼ自分の記憶だけを頼りに書いている。しかるべき手順を踏めば事実との照合を確認できることもあるが、すべての裏付けが取れるわけではないし、正直に言えば面倒なことや気の進まないことだってあり、それよりもともかく毎日書き進めることの方を優先しようと思っている。だから不可避的に細かい勘違いなどはあるやもしれない。だが、もしも誤りがあったとしても、それは決して意図してのことではない。前にも記しておいたように、私はこれを未来の自分のためにのみ書いているのだから、自分を騙したって仕方がないではないか。ただし明らかな誤認や誤記などについては適宜訂正するつもりはあるし、場合によっては前の日に戻って書き直すことだって必要になるかもしれない。それをやり始めたらキリがないから、なるべくしたくはないのだが、私は日記というものを書いたことがない。これも期間限定の日誌というか式のようなつもりだが、日誌を書けない理由は、自分が自分を読者として毎日の出来事を書き連ねる場合、分かりきっていることなのであえて記す必要がないことと、分かりきってはいるがあえて書いておこうと思うことの線引きがどうにもよく分からないからである。人はどうやって日記を書いているのだろうか。過去に日記を書く習慣を持とうとしたことが幾度かあったが、その度に書くからには何もかも記録しておかねばならないという脅迫観念と、このことを書くまでもないのなら他のすべても大して重要度は変わらないのじゃないかという冷めた気持ちの間でバランスが保てず、異様に事細かで長ったらしい記述の日が何日か続いた後、いきなり数行に減り、そして特に説明もなく途絶するというパターンの繰り返しになってしまった。これはそうはならないように気をつけるつもりだが、それでもやはり何を書いて何を書かないか、何を残して何を省略するかの分けは実に難しい。それに今回ばかりは書きたくないことは書かないというわけにはいかないのだ。M と私はおおよそ恋人同士と呼べるであろう間柄に、それも後から思えば急速になっていった。呼べるであろうなどとやや上な書き方をしたのは、しかし我々はいわゆる恋人同士らしい会話を全くしなかったからだ。付き合った二人が初期段階で陥りがちな人目をはばからぬ戯れ合いや歯の浮くようなむつごとを、私と M は見事なまでに回避していた。M はクリニックで奇跡的な再会を果たした、あの時の感じのまま、つまり心ない上機嫌とでも言い表すべき超然とした態度を崩すことなく、二人きりになっても私に過度に甘えたりすることはなかったし、私もそれで問題はなかった。
とはいえ、我々は互いに相手が特別な存在であると認め合った若い男女がするようなことはちゃんとしていたし、M が私の部屋に泊まり、翌朝そのまま大学に行くこともあれば、その逆もあり、ちょっとした旅行をしたこともあった。さまざまな文化的事象に対して M は熱心で幅広い。だが、全く体系的とは言えないランダムな関心を抱いており、私は次々と移り変わる彼女のごく私的流行に従って、あちこちに連れ回された。彼女の趣味はあまりにも一貫性と中心軸を欠いていたので、あの頃の M の言動から、彼女が大学院で一体何を学んでいるのかを言い当てることは絶対に不可能だったと思う。むしろ M は自分の専攻分野のことは、禁欲的なまでに語ろうとしなかった。会話の折に何度か水を向けてみたことがあったが、いつも気づけばいつの間にか別の話題にすり替わっていて、まるで誰から見ても多趣味な彼女が、それについてだけは興味がないみたいだった。そんなわけはなかったのだが、この奇妙なアンバランスの理由を説明するつもりは当人にはさらさらないようで、というよりも彼女はそのことに気づいてさえいない風だったので、学業と私生活は別々ということなどなのだろうと勝手に納得するしかなかったが、私にしたってそれで特に困ることがあるわけではなく、要するにどうでもいいことだったのだ。私と M の不妊はどうなったのか。私のは順調に改善されていった。薬が効いたのか、 M と知り合ったことが何らかの影響をしたのかはわからないが、クリニックには3度の通院で行かなくなった。それでも寝つきの悪い日はあったが、嫌な予感がしたらすぐに市販の睡眠導入剤を飲んでしまうので、仕事にさっさわりが出るほどの眠りが足らなくなることはなかったし、入眠障害が2日3日と連続することもなくなっていった。そんなわけで私の人生2度目の不眠は、自分でもはっきりとは気づかないうちにゆっくりとフェードアウトしていった。では M はというと、彼女は不眠にすっかり慣れてしまったかのように見えた。相変わらず毎日の眠りは短く浅く、処方してもらった薬もほとんど効き目はない。飲まないよりはマシかもしれないから病院には通い続けているけれど、これはもう単なる習慣でしかないわね、と彼女は自重めいた笑いを漏らしもした。前にも書いたように、この時期の私の生活はもともと完全に昼夜逆転していたので、やたらと情報通の M に誘われるまま、映画のオールナイト上映や深夜のクラブイベントに頻繁に出かけるようになった。M は慢性的な睡眠不足とは到底思えないくらいいつも元気だった。朝まで遊んで帰っても眠れるわけではないのに、一体全体本当に大丈夫なの？私の心配に M は、だったらどうしたらいいというの？毎晩ベッドに枕に顔を突っ伏してひたすら眠るための努力をし続けることでも？と怒ったふりで返した。私は午前中に彼女と別れた後、差し迫った仕事がなければつい昼寝をしてしまうこともあったので、幾分後ろめたい気持ちがなくはなかった。しかし M は決して眠そうには見えなかったし、疲れている様子さえなかった。彼女はまるで眠らなくても良い人間になったかのようだった。もちろんそんなはずはなかったのだが、梅雨時のある夜の午前4時近く、すでに何度か行ったことのあった小さなクラブ。20人も入れば満員になってしまう。で、一部のマニアックな音楽好きに陰微な影響力を持つ音楽評論家が主催する DJ イベントがそれなりの盛り上がりを見せていた。私はだいぶ前から、
出入り口に近いソファの端に腰を下ろして、ここに入るときに降っていた雨は朝には止んでいるだろうか、などとぼんやり考えながらジントニックを飲んでいた。ヨーロッパのレーベルから音源をリリースしている気鋭のエレクトロニカミュージシャンでもある DJ は、もう5、1時間ほどダンサブルな曲を連続してプレイしていたが、急に音量を落としてビートを途切らせると、管楽器のような電子音のような倍音の豊富な持続音が緩慢に流れ始めた。踊るでもなくフロアのあちらこちらを行き交っては友人、知人らしき連中に話しかけたり笑い合ったりしているようだった M は、やっと私の隣に戻ってきた。ああ、今夜ももうすぐ終わっちゃうな。全くもって退屈だなと M は問いかけるように私に放った。挑むように。私は何も言わなかった。すると彼女は、ああ、今夜も全然眠くないな。前は眠いのに眠れないっていう感じだったのに、今やそれさえなし。眠くないから眠らない。ただそれだけ。ねえ、面白いことを教えてあげる。地球上の一日分の眠りはね、常に一定なのよ。この星に今、生きている人間の一日の睡眠時間を全部足して、地球の総人口で割って平均値を出すとね、毎日同じ数値になるわけ。だから私がこれだけずっと眠らないと、眠れないとね、どこかの誰かが私の代わりにすごくいっぱい眠ってるのよ。そういうことになるわけ。逆に万が一、私の睡眠不足が解消されていくとね、その誰かはだんだん眠れなくなっちゃうの。そうやってプラスマイナスの計算が見事に合うようになっているのね、この世界の出来事は。そんな説は聞いたことがないと私は言った。 M は怪しく微笑んで、さてもう一暴れするかとつぶやいてまた席を離れていった。フォースリープレスナイトで私の友人の恋人がいなくなった状況をまだ記していなかった。二人は数年前から半同棲状態で、週末はいつも恋人の部屋に友人が泊まることになっていた。その日の午後も彼は彼女のアパートのドアを叩いた。だが返事がない。いちいち確認せずとも、これは二人の習慣になっていて、用事が入って部屋を開けるときだけ事前に電話があるのだった。このときは連絡がなかったので、彼は少し怪訝に思いながらも合鍵を使い部屋に入った。恋人の姿がないこと以外は特に普段と変わらないように見えた。どこかにちょっと出かけているだけかもしれないと思って、タバコを吸いながら待ってみたが、2時間が過ぎても彼女は一向に帰ってこない。ひょっとして今日はどこかに行くと言っていただろうかと記憶をたどってみるが、思い当たることはない。そして彼はこのところ彼女が不眠に苦しんでいたことを思い出す。夜中に目が覚めて隣を見ると瞳を大きく見開いている。驚いてどうしたのかと尋ねると、眠れないの、でも大丈夫。と静かに言って目を閉じた。だが気になってこちらも眠りに戻れなくなり、しばらくしてから再び顔を向けてみるとまた目を開けている。大丈夫？大丈夫、ごめんなさい。気にしないでいい。そんなことが何度かあった。さすがに心配になって何か悩み事でもあるのかと聞いてみたが、ないと思うけど、あなたには私が悩んでいるように見えるの？と穏やかな口ぶりで問い返された。なんだか理不尽な気がして、いや、そんなことはないけれど、と答えて、確かに昼間の彼女は以前と変わりないようでもあったので、そういう時期もあるのかもしれないから、あまり気にしないようにしようと思っているうちにまたしばらく時が経って、そしてこの間の深夜、彼女の泣く声を耳にした。
本人の意志の力で音量は低く抑えられていたが、それは嗚咽に近かった。自分でも信じられないんだが、それを聞いた瞬間、俺は身動きが取れなくなってしまったんだ。体が固まって、彼女に声がかけられなくなった。俺はね、寝たふりをしたんだ。すごく驚いていて、すごく心配で、すごく気になったのに、同時にすごく怖かった。どう説明したらいいのかわからない。とにかく俺は闇の中で身じろぎもせずにじっとしていた。すると彼女がぽつりと言ったんだ。私には罰が下されるだろうと。独り言ではなかった。彼女は明らかに俺に聞こえるように言っていた。なのに俺は完全に静止したまま、だんまりを決め込んでいたんだ。するとすぐに彼女は寝息を立て始めた。彼女はもう眠っていた。じゃあさっきのは寝言だったのか。彼女は眠ったまま俺にあんなことを言ったのか。それとも他の誰かに。朝になって彼女は先に起きていた。いつもと全然変わらないように見えた。昨夜のあれは何だったのか。もちろん俺は聞こうと思ったよ。でもどうしてか、どうしても聞けなかった。聞かない方がいいという判断を俺は即座に下したんだ。あの言葉の意味は一体何だったのか。俺は結局彼女に確かめることができなかった。そして今日、あいつはどこかに行ってしまったんだ。ベッドの上に一冊のペーパーバッグが伏せてあった。キャサリン・マンスフィールド。手に取ってみると開かれたページの3つの単語が赤いインクの丸で囲まれていた。それらをつなげるとこんな文章が出来上がる。私はどこにもいない。本に挟まれていた紙片が落ちると落ちた。メモ帳を破ったものらしい。そこにはこう書いてあった。お願い、私を探して。そして友人の名前が記されていた。ここでいても立ってもいられなくなり、友人は私の部屋へと走ったのだった。明らかに彼に宛てたメッセージであろう書き置きは、私を探さないでではなかった。だが彼女の行き先の宛ては早々に突き果ててしまった。それでも私と友人は身分不相応な高級車を買って夜の街を走り回る。私を探してほしいと書き残しているのだから、彼女は彼らが自分を探し当てることを期待している。それはつまりどこかにヒントがあるということだ。しかし部屋には他には何も手がかりはなさそうだった。だとすれば唯一の鍵はマンスフィールドのペーパーバッグということになる。ページが開いてあったのはザ・ヤング・ガールという短編小説だった。割と知られた作品だ。他のページもめくってみたが、特に書き込みなどはなかった。私と友人は若い娘という小説の内容を吟味する。ロンドンからフランスのおそらくパリに母親と共にやってきた若く美しい娘。母親は彼女を連れてカジノに入ろうとするが店に断られてしまい、物語の語り手でもある知人男性に娘とその弟を託す。彼は指定をレストランに誘う。マンスフィールド小説の例に漏れず、少女は終始一貫して不可解なまでの苛立ちを隠そうともせず、年長の異性である語り手にも微妙に謙遜な態度をとる。これもマンスフィールドの短編の典型といえるが、幕切れはひどく印象的で、やりきれない余韻を残す。最後に少女が園庭が決壊したかのように言うセリフが鮮烈だ。私は待つのが大好きなの。本当に、本当に。私はいつも待っているんだもの。いろんな場所で。
この小説から読み取れるものは多々あるだろうが、その一つは母親に対する娘の屈折した思いではないかと私は思う。そこで友人は恋人の母親の消息をたどることを思いつく。恋人の両親は離婚しており、数年前に亡くなった大学教授の父親とその内縁の妻に彼女は育てられたのだ。しかし、産んだ母親はどこかで生きているらしい。友人と私は恋人の母親代わりであった女性。夫の不慮の死の後、いくつかの事情で義理の娘とは絶縁状態になってしまった女性を訪問して、亡き夫の元妻の行方を尋ねることにする。やはり大学で教鞭を取る政治思想の専門家で、しばしば学生の側に立って大学の姿勢を完全と批判することで都に知られたその女性は、不幸な行き違いによってすでに何年もの間顔を合わせていない、かつては娘も同然だった存在のことを今でも気にかけているように見える。あの人が我々とは完膚なきまでに隔絶した世界に行ってしまった。今や夜の街であいつの名前を知らない者はいないらしい、などとうっかり口に出したことがある。私の立場としては、むしろどうしてそんなことをあなたが知っているのかと問うべきだったのだけれど、その時私がしたのは聞こえなかったふりだった。そして彼女は捜索中の女性の母親の名前と通り名を教えてくれる。予想だにしなかった展開に当惑を隠せない友人と私だったが、こうなったら盛り場に無法地帯に乗り込まないわけにはいかない。かくてここから4スリープレスナイトはにわかに暗黒小説ハードボイルドの香りを放ち出すのだった。例によってそのコンサートに行きたいと言い出したのは M の方だった。オーストリア出身の元パンクバンドのギタリストがコンピュータミュージックを独学で習得して数年をかけて制作した一枚のアルバムがその年の夏に発表され、早耳の音楽劇の間で評判を呼んでいた。終わりなき夏というその作品を私は M から借りて聴き、すっかり虜になってしまった。微細な揺らぎとすれを含んだ膨大な粒子のような電子音が複雑に折り重なり合い、一時は耳を弄する轟音にまで膨張しながら、やがて大きな波が砕けるように音たちが分散していき、激しくも微細なうねりを伴う流れの中から甘く儚いギターの旋律がゆっくりと浮上してくる。その瞬間に自分を襲った言いようのない高揚と陶酔を繰り返し味わいたくて、私は終わりなき夏を何度もリピートし、自分としては珍しいことにその音楽家の来日公演を M より心待ちにしていたほどだった。その日、私でさえ前にも来たことがあった有名なライブスポットは満員だった。小さなテーブルの上に載せられたラップトップコンピューター。その横にギタースタンドにかけられたエレクトリックギター。ステージ上にあるのはそれだけだった。開演時間になると、長身で彫りの深い顔立ちの、だが全くの普段着の外国人が無造作な足取りで現れ、挨拶もなしにいきなり演奏を始めた。こういうのも演奏と呼べるのか。その時の私にはよくわからなかったが、彼はラップトップを覗き込んで何やら操作をしているようだった。すると、スピーカーからいきなり大音量の電子音が溢れ出た。それは現在のスマートなデジタルテクノロジーではなく、アナクロでアナログな往年の SF 映画に出てくる壁一面にあしらわれたダイヤルからケーキやらで、
敗の電子計算機が立てる音のように私には聞こえた。いや、その機械がぶっ壊れた音みたいだ。狂ったコンピューターみたいだ。と私は隣に立つ M の耳元に囁いた。彼女が、え、何？と首を振って聞き返したので、私は同じことをもう一度大声で言った。すると M は、こういうのはね、グリッチって呼ばれてるのよ、実際のところ。と、下り顔で述べた。私は、なるほどね、と返した。ライブは CD とほとんど同じにも思えたが、私は当然のごとくラストに演奏された終わりなき夏を極上のスピーカーシステムで聴けて大いに満足していた。寄せては返す大きな大きな大きな波、音の波。ふと M を見ると彼女は棒立ちになって目を閉じていた。じっとしている。なんだか眠っているみたいだと私は思った。突然ステージ後方に映像が映し出された。そこには橙色に輝く陽光を浴びた大海原を行く一艘の船の姿があった。だんだんこちらに近づいてくると思いのほか大きな船である。すこぶる広い波にカメラが寄っていくと、朝陽だか夕日だかの照り返しは急激に薄まって再現もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周囲だけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。やがて船はゆっくりと遠ざかっていった。すると次に映像はいかにも終わりなき夏というべき風景、浜辺に打ち寄せる波が散々と光り輝く様へと変わった。アメリカ映画の一場面のようだった。まるで会場全体が光り輝いているかのようだ。あまりの眩しさに私も思わず目を閉じた。まぶたの裏がかすかに光っていた。数秒か数分かもわからないが、音のうねりにただ身を任せた。やがて目を開けてみると、そこには夜空があった。星々が異様なまでにくっきりと見えるので、現実の空なのか、CG か何かなのか判別できない。私はささやかな天文学の知識を掘り出して、ああ、あれは大牛座のアルデバラン。するとあれがスバル、プレヤデス。なぜだか私は遠征的な気分になりかかった。しかしすぐに音楽が救い出してくれた。私は言いようのない多幸感に包まれた。崇高とはつまりこのことか、と私はバカみたいに感じた。二度のアンコールを経てライブは終了した。私はただただ放心していた。バンドの音楽ではないのにこんなに感動したのは生まれて初めてだ。と私は興奮冷めやらぬ口ぶりで M に話した。珍しく M は黙ってうなずいただけだった。夜の10時過ぎだった。彼女はこのライブスポットに知り合いが勤めているので軽く挨拶をすると言ってスタッフの詰め所のような部屋に入っていった。しかしすぐに走り出てきて私の手を乱暴につかむと部屋の中へと引き入れた。そこは思いのほか狭い空間だったが、予想に反して10人近い人間がいた。全員が立ったままで呆然と壁際のテレビを見つめている。そこには高層ビルに旅客機が激突する瞬間の映像が繰り返し映し出されていた。私もその光景から目が離せなくなった。
M は私の手をずっと握ったままだった。彼女の手は小刻みに震えていた。いや、それは私の手の方だったのかもしれない。